もののけ庵主阿部の春樹、閣僚の扉をお頼み申す。ご存じないかもしれませんが、実は俺もののけ庵の奉公人なんです。若輩者ながらどんな依頼も手伝いに伺いますので、遠慮なくお頼みくださいね。へえ、芦屋君ってもののけ庵の奉公人だったんだ。全然知らなかった。 SOS！？ 何これ、事件ですか、事故ですか？もじゃ、お化け屋敷に来たい。食べない。あるいつき、もう一回かくれんぼしよう。この巻物を行政のところへ持って行ってくれ。もののけ庵への急ぎの依頼としてお願いするよ。お兄ちゃん、ただいま。いつき、こころ真面目すぎるんよ。僕からもののけ庵に依頼をすることもあるでしょう。僕らこのまま歩いていこうか。あてもなく、うつしおにいる限りほとんどの妖怪は孤独だ。モジャと出会ったせいで阿部野さんからいつ返せるかもわからない借金をすることになったし、怖い目や危ない目に遭ったりもする。だけどそんな妖怪たちの気持ちがわかるから、ずっとこのバイトを続けていきたいんだ。